学校の廊下でアリスたちはナイトメアと対峙していた。4人は逃げることをやめたのだ。襲い来るナイトメアを前に彼らは取り戻した力で応戦する。僕たちは姉さんの何クソマインドをキャッチアップできてるんだ。ママが戻ってきた時に安心できる強い私たちになる。儒教三冠の時みたいに姉さんにいいところ見せる。こいつらを実験材料にして使い潰してやります。それで姉さんに褒めてもらうんです。歩くたびにどこか痛むようにしてあげる。君たちは一体。ただのレガシーだよ。気にせずスポイルしてくれ。なってみますね。その実験全然面白くないです。消えてしまった僕たちの分まで。それが今の私たちにできる。
後の願いだから。アリス、敵に隙ができました。今です。たちの力を借りてナイトメアを撃破した4人は人形たちの元へ向かい武器を突きつける。お前たちのせいで。いいですね、その目元のアリスにそっくりです。大人に戻ってこの試合を再開したくなってきたんじゃないですか。黙れ、私たちは姉さんの娘だ。なら仕方ありません。そう言って義神と暗鬼は先ほどよりも強大なナイトメアを召喚した。そのナイトメアがアリスたちを襲おうとした瞬間、学校にトラックが突っ込んできた。